私、うぷぬしのおっさん、今から約10年前、大学生だった。当時は何とも思わなかったが、現在、それは私の人生の頂点だったと振り返る。本日は、ちょっと変わったストーリーになります。先日、チャンネル登録者10万人を達成させていただきました。おかげさまで、うぷぬしのおっさんが目標としていた一つのラインを突破しました。さて、節目節目の度に取り上げている、うぷぬしの過去のエピソード的なものをご紹介したく存じます。受験シーズンということもあり、今回は、うぷぬしの大学時代について取り上げたいと思います。当チャンネルの視聴者層のメインはおっさん世代ですが、皆さんの学生時代はどんな感じでしたか？うぷぬしのおっさん、こう述べました。大学時代か。今思えば日本経済で例えるなら、バブル時代かもしんねえな。人生の頂点の4年間だったと振り返っているみたいです。経済的な自由こそはなかったですが、それ以外の面でイケイケでした。当チャンネルの傾向を見ますと、路頭に迷う人物みたいな空気が漂っていますね。ですが、10年ほど前までは決してそうではなかったのかもしれません。とにかく、どんな風に過ごしていたのか、少し紹介します。では、早速ご覧ください。うぷぬしのおっさんの最終学歴を申し上げますと、大阪大学外国語学部です。通称、阪大と呼ばれています。緑の JR のテリトリーだと通じないことが結構ありますが、青色の JR であれば通じるかと思います。YouTube の世界であれば、花尾伝願様という YouTuber が有名です。もっとも、北関東出身のおっさんについて、皆さんこう感じたかもしれません。おい、なんで北関東まで関西なんだ？普通首都圏か東北方面行くだろう。確かに、通常であれば、関東地方もしくは東北地方の大学に進学するのが一般的です。わざわざ大阪まで出る人は、かなりレアなケースですね。そんな傾向がありますが、当時高校生だったおっさん、こう返答しました。大阪大学でしか学べないことがあるんだよ。外国語、国際関係、これが学べるのは、ここしかねえべ。だが俺は何としても阪大に入りたいんだよ。なんて言うと思ったかい？なわけねえべ。センターで失敗したからだよ。性格が悪いおっさんですが、当時もひねくれた性格でした。要するに、入試科目の配点などを考慮した結果です。第一志望では、決してなく、本当に目指していた大学は別のところでした。高校時代のうぷぬし、こう言っていました。いやー、大学はやっぱり東北大とか筑波大がいいな。東北大学とか筑波大学を目指していました。もし勉強ができなかった場合でも、首都圏エリアの大学に進もうと考えていました。学部も、経済、法などに行く前提でいました。そして、うぷぬしは、公立高校だったこともあり、学校の先生にこのように言われていました。お前ね、基本はやっぱり国公立だからね。私立っていうのは基本、東京のお金持ちか、国公立を落ちた人行くとこだからね。みたいなことを言われてきたため、とにかく、緑の JR のテリトリーにある国公立大学を目指していました。そして、高校3年生の冬のこと、センター試験が終わった瞬間でした。うぷぬしのおっさん、こう言いました。うわ、マジかよ。数学 1A、60点じゃねえかよ。これじゃどこも浮かんねえな。要するにセンター試験に失敗してしまったのです。そして、当初目指していた東北大、筑波大は余裕でいい判定でした。というわけで、受かりそうな大学をいろいろと調べました。そんな中、うぷぬし、こう言いました。おや？阪大外語、B 判定じゃん。しかも西の配点、超高いじゃん。これ浮かんじゃね？大阪大学外国語学部だけ、個別試験の配点が高く、センター試験の比率が低いのですが、これに目をつけました。しかも、難関大学の中でも偏差値が低く、俗に言う穴場だったのです。こうして当該大学を受験して合格したため、入学した感じです。合格発表の瞬間、おっさんこう言っていました。これで将来は安泰だな。就職は総合商社にしようか、あるいは航空会社か、迷うな。そんな感じで、明るい将来が待っているみたいに思っていました。4月になり、うぷぬしは大阪デビューしました。そして、とある文化系のサークルに入りました。ただ、数ヶ月が過ぎると、うぷぬしこう嘆きました。
サーベリングのマジダリーな。 YouTube 見てた方が楽しいな。まあ JR 東日本の発車メロディーでもリスニングすっか。 JR 東日本の発車メロディーを YouTube でリスニングすることにハマってしまい、いつの間にか幽霊部員になりました。一方、学科の皆さんとは仲良くなり、数少ない友達ができたりしました。そして5月に入ると周辺の人たちでバイトする例が出てきました。よって浮く主も働いてみることにするのですが、当時こう述べました。やっぱり大学生のバイトっつったら塾講師だべ。塾講師をやりたいと思っていました。そしてタウンワークに掲載されていた塾の募集にエントリーしました。数日後面接に行き、合格の場合は後日電話すると言われました。ただ何週間が経っても電話が来ることはありませんでした。要するにこういうことです。うん、お前だね。俗に言うサイレントお祈りで不採用になってしまいました。そんな事情から別の塾にエントリーしました。よって面接に行くのですが、再び不採用になってしまいました。思い返すと面接の際に塾長らしき方からこのように言われました。塾というのは生徒さんに勉強を教えるところだけど本当にできます？浮く主のおっさんでは塾講師が務まらないと思われたのかもしれません。というわけで塾バイトの面接で2杯目を喫しました。ゆえに今度は別の塾にエントリーしました。よって過去の反省も踏まえ3度目の面接に臨みました。ただ塾の方はこう言いました。うち今数学 3C できる理系のやつ探しとんねん。お前みたいな文系はいらんわ。募集要項に書いておけと思いましたが、文系はいらないと言われてしまい、面接開始から3分ほどで不採用になりました。というわけで4件目の塾にエントリーし面接に行きました。すると塾の方はこのように言いました。ちょっと言葉がなまっていますけど、福井とかどっかそっちの方の出身ですか？中学生とかにバカにされてしまうかもしれないですよ。全然エリアが違いますが、北関東弁がきつすぎるのが NG と言われ不採用になってしまいました。これで4連敗した感じです。まあこの辺の話は大学の友達とかにも話しました。そんな中、心優しい周辺の人たちはこう助言しました。まあ大学の近くだとちょっと供給過多かもしれないね。別に塾じゃなくてもええんちゃう？飲食店とかも結構おるで。というわけで少し別の業種に目を向けることとしました。したがってタウンワークで再び求人を探すのですが、とあるチェーン店が目に入りました。それがスターバックスコーヒーという陽家のお店です。これを見て浮く主のおっさん、こう誓いました。スタバに入ってこれを機に陽キャになるで。確実に無理そうな心構えですが、大学に入学した当初はそんな夢も見ていました。とにかくスターバックスの面接に行きました。そこでいろいろと質問されるのですが、とあることを聞かれました。土日は何をして過ごしているのか問われました。浮く主のおっさん、こう返答しました。いやー、さすがに JR 東日本の発車メロディーリスニングしてるとか言えねえな。しかもここ陽キャのスポットだからな。行ったらそこは後だな。まあサークルに行っていますでいいや。土日はサークルに参加しています。リアルなことは到底言えませんでした。というわけでありそうな典型的パターンで答えましたが不採用でした。おそらく雰囲気でバレてしまったのかもしれません。そんなわけで今度は少し陽キャのレベルを下げ、ミスタードーナツとガストに応募しました。ただ結局は通りませんでした。理由は不明ですが、このことを同級生の人たちに話すとこんなリアクションが返ってきました。やばー、普通スケジュールさえ合えば OK やろ。それ就活になった時どこでも絡んのちゃう？その同級生の予感は見事に的中しました。まあ受けたところも陽キャの度合いが高いところですが、さすがに手が届きませんでした。それからしばらくは何もしないのですが、秋くらいになると浮く主のおっさん、とあるスーパーでバイト募集の掲示板を発見しました。よってこう言いました。品出し募集か、これなら俺でもできそうだな。よし、応募してみよう。ヒカキン氏の前職のような内容の募集がありました。よってこれに応募するのですが、今回は採用されました。まあそんな感じでスーパーマーケットデビューしました。ただ
時給は820円で、当時の大阪府の最低賃金でした。そんな中、正社員の方にこう言われました。おいお前作業遅すぎや。何もともとやっとんねん。作業が遅いと怒られました。その後も3週間に1回くらいのペースで同じことを言われ続けました。それから1年ちょっとが過ぎました。今度は転勤してきた別の正社員の方からこのように言われました。お前何回同じこと言わせんねん。もうちょい早く働け言うてるやろ。その日こそは、はい、すみませんで返答しました。ただ、説教のレベルは確実に日に日にアップしていました。そんな状況だったため、数日が経過すると、ウプ主のおっさん、こう申し出ました。もうちょっと無理なんでやめます。そんな流れでバイトを辞める感じにしました。大学2年時の冬のことでした。ところで、今回の動画は少し長いですが、編集中のおっさん、こうつぶやきました。あー、マジ動画すんのめんどくせー。じゃあ作るなよ、と思うところですが、もう少々お付き合いくださいね。当チャンネルの主力テーマである、鉄道に興味関心が出たのは、大学に入ってからのことでした。高校卒業までは完全に関心ゼロでした。ですが、鉄オタみたいな感じになっても、乗り鉄にはなりませんでした。その理由ですが、こう考えていました。あーだこうだ言われながらも我慢してゲットしたお金だがんな。大切に取っておこう。最近話題の内部留保していたのです。バイトはとにかく大変だったため、電車に乗ることに使う点にためらっていました。こうして乗り鉄にはならず、あくまでもネット上で楽しむにとどまりました。当然ながら、撮影機材も買える余裕がなかったため、撮り鉄にもなりませんでした。そんな事情もあり、鉄道に興味関心があるとはいえ、旅行とかではなく、路線の歴史とかに惹かれた形になったのです。当チャンネルを定期的にご覧になっている皆さん、こう感じたかもしれません。うぶ主のおっさん、あんまり特急とかに乗らないね。鉄道に一番親しんでいた時代、働くのが嫌で内部留保を優先して緊縮政策をとっていました。故に、追加料金がかかる特急とかには乗車したことがなく、興味関心が湧かなかったのです。その影響もあり、今も有料列車には疎い模様です。さて、大学3年生になりました。ウプ主が属する学部は少し特殊で、3年次以降は海外へ留学する人がメジャーです。とはいえ、強制ではなく、あくまでも任意となっています。そんな中、これまで仲良くしてきた人たちは、海外へ行く感じになりました。ただ、ウプ主の場合はこう言いました。お金ねえし4年で卒業したいから、そのまま日本にいよう。それよりも鉄道会社入りてえな。金銭的な問題もありましたが、海外へ行く点に関しては興味関心がありませんでした。よって、留学しないコースにしたのです。ウプ主のおっさんの場合、鉄道会社に就職したいとの思いを持っていました。そんな事情もあって、4年で大学を卒業したい気持ちがありました。一方、文系ならではの特徴でありますが、3年時になると、授業のコマ数が少なくなり、暇な時間が増えます。よって、ウプ主のおっさん、このように言いました。本屋のバイト楽しそうだから、ちょっと応募してみよう。頻繁に本屋に行っていたため、ちょっと働いてみたい気分になりました。正確に言うと、本屋なら楽だと考えた感じです。よって、阪急系列の本屋に応募してみましたが、このように言われました。うん、お前だーん。またまた、不採用のオンパレードになりました。最終的に、本屋2件に応募するのですが、いずれも不採用でした。一方、大学3年生ということで、あと1年半ほどで卒業を控えていました。故に、その後はバイトせず、残りの学生生活を送った感じです。なお、この時期になると、授業も少なめになったことがあってか、いろいろ考える時間が出てきました。そんな中、ウプ主こう述べました。ああ、社会主義っていいな。人様はみんな平等。勝ち組とか負け組とかなく、本来あるべき姿だって。みたいな感じで、社会主義に共感を覚えました。バイトでの出来事もあって、そんなイデオロギーに親近感を感じた模様です。労働も、最低限度のことだけやれば、OK な点にも魅力を感じました。まあ、中国などに共感したわけではないですが、北欧のシステムに憧れました。そして、
大学4年生になりました。ここからは就活がスタートしますが、もちろん目指すのは鉄道業界でした。よって JR 私鉄各社にエントリーしました。そして8月に入ると面接が解禁され、エントリーシートが通過できたところへ面接に行きました。しかしながら、どこの会社もこう言いました。お前はいらん。誠に残念でありますが、他で活躍してね。お祈りメールをひたすらいただく感じの流れになってしまったのです。なお、鉄道事業者のみならず、それに関連した産業にもエントリーしていました。ですが、結果は、どこも同じで不採用でした。よって、内内定ゼロの状態で秋になるのですが、この時期になると、大企業では募集が減少します。それでも、最終的には、大手の物流系の会社から内定が出ました。ゆえに、そこへ就職することにし、卒業後の進路が決定しました。一方、周囲に目を向けると、皆さん、夏には内々定が出ていました。それを見たおっさん、こう感じました。いいなぁ、羨ましいなぁ。っていうか、アベノミクスって、何が売り手市場だよ。それにしても民主党いいな。売り手市場のメリットを感じなかったため、アベノミクスに反対する野党を支持するようになりました。なお、鉄道産業に、とことん切られたアプなしのおっさん、こう感じるようになりました。電車嫌い。不採用通知がフラッシュバックしてくる。いい結果が得られなかったことを思い出すようになったため、自然と非鉄になったのです。就職活動がスタートする前、内定が出たら、残りの大学生活は乗り鉄しようと思っていました。それも消滅した感じです。ところで、高校から大学に入学するまでの時期を思い出すことが時々ありました。かつて、こんなことを言われたことを思い出しました。お前はね、いい大学行かねえと、いいとこと就職できないかんね。だから今はしんどいけど、一生懸命勉強すんだかんね。と言われる機会が結構ありました。なので、偏差値が高い大学に入れば、将来は安泰だと思っていたのです。ですが、蓋を開けてみると、波乱の将来が待っている感じになりました。とても複雑な感じだったこと、今も覚えています。まあ、そんな感じで、暗い気持ちになりつつ、残りの学生半年間は、ぼーっと過ごした感じです。大卒の方々で、このチャンネルをご覧になっている皆さんは、どんな4年間でしたか？以上、タクニックの大学4年間のエピソードでした。まあ、本当の頂点は大学入学の時点だったみたいですが、そんな感じで凋落しました。良い子はこうならないでくださいね。なお、今回のようなテーマですが、またアップしたいと思います。いつになるかは決めていないですが、まあ、楽しみにしていてくださいね。では、今後ともタクミックチャンネル、よろしくお願いします。